バルパライソは、チリ中部のバルパライソ州にあり、首都サンティアゴでチレの西方約1 2 0トルの太平洋に面した都市、バルパライソとも表記される。地名は日本語に訳すと、天国の谷を意味する。国会が所在し、チリの立法府としての役割を果たしている。人口25万人。太平洋に面した港湾都市であり、 迷路のように入り組んだ歴史のある美しい街並みが2003年にユネスコの世界遺産にバルパライソの開港都市とその歴史的な街並みとして登録された。近郊に保養、観光リゾート都市であるビニアデルマールがある。最初にバルパライソ湾周辺に住み着いた民族はインディオのピクンチェ族と思われる。彼らは農業で生活を営んでいた。他の説では、 漁業で生活をしていた遊牧民のチャンゴ族とも言われている。1536年最初にチリを発見し探検をしたヨーロッパ人であると考えられているディエゴであるマグロによって送り出された補給船サンティアギー・ジョ号に乗ったスペイン人探検家がこの地にたどり着いた。この補給船は不安でサーベドラの命でアルマグロの遠征のための人員と物資を運んでいた。 サーベドラは彼の生まれ故郷であるスペイン、クエンカ県にあったバルパライソであれば村にちなんで、この場所をバルパライソと名付けた。スペイン植民地時代、バルパライソはわずかに3の家や教会があるだけの小さな村に過ぎなかった。1818 18年にチリがスペインから独立すると、町は設立間もないチリ海軍の主要校となり、それまではスペインと その植民地のみに制限されていた国際貿易の制限も解除され他国にも開かれた。1834年7月23日、ダーウィンを乗せたイギリス海軍のビーグル号が本時に到着した。ほどなくしてバルパライソはマゼラン海峡やホーン岬を経由して南米大陸を回る船にとって望ましい経由地となった。 1848年から1858年に起きたカリフォルニアのゴールドラッシュでは物資を供給し、これを支援するために重要な場所となった。主要港としての役割に加え、バルパライソは多くのヨーロッパ諸国、特にイギリス、ドイツ、フランス、スイス、イタリアからの移民も受け入れた。多くの国々からの移民がスペインや アメリカインディアンを起源としていた地域文化を大きく変え、チリに最初の非カトリック教徒や反逆者の墓が建てられたりもした。移民の各言語による新聞も発刊された。チリで最初のカトリック系の私学校、ル・コレージュ・デッサ・サクレクールがフランス系移民により創設され、その後170年間存続した。スコットランドとドイツからの移民により最初の 奇襲協系の学校がそれぞれ創設された。スポーツの面でもイングランド移民によりサッカーがもたらされた。移民によって最初の志願性の消防団も結成された。建築物には欧州の様々な国の様式が組み込まれ、バルパライソは他の地理の都市よりも多様な建築物を有するようになった。陳茶諸島戦争中にはスペイン海軍による バルパライソ砲撃が行われた。1906年8月18日、大地震がバルパライソを襲い、様々な物的な損害が出て、数千人の犠牲者を出した。アメリカ系の子孫である医者カルロス・バン・ブレンは、地震の被災者に対する医療活動に従事した。彼は1912年に、近代的なカルロス・バン・ブレン病院を設立した。バルパライソの商業的な繁栄期は、 1914年のパナマ運河の開通後に終わりを迎えた。マゼラン海峡通過のリスクを避けるために船舶はパナマ運河を通過するようになった。港の使用や船の交通量が激減し、町の経済は衰退した。パナマ運河完成後は重要度が低下し、人口減少が続いた。1990年には首都サンティアゴより国会が移転した。 2010年2月27日に起きた地震で、町は被害を受けた。2014年4月12日に大規模な山火事が発生、2500戸以上の家屋が消失した。2018年10月20日、サンティアゴで発生した地理暴動に伴い、バルパライソにも月末にかけて、夜間外出禁止令が出された。ビニャデルマールとバルパライソを結ぶ、近郊電車メバルが運行されている。 また、アセンソールと言われる有名なケーブルカーがある。また南米では、本市のみのトロリーバスが運行されており、最古の車両は1956年製のものも存在する。バルパライソ港は、チリの主要港で、年間1000万トンの貨物と15万人の乗客が利用する。セベリンの公共図書館、エルメルクリオノでバルパライソアルコブリタニコヒルビスタ。一気け。 プラザ外の英雄記念碑湾の眺め、港、バルパーライソの丘。バルパライソは、急な斜面に、多数の建築物、家屋が立ち並ぶ街並みに特徴がある。市内には、斜面を重力のみによって上り下りする、アセンソールと呼ばれる乗り物がある。アセンソールは19世紀から、市民の足として利用されてきた。最も急なアセンソールでは50度を超える傾斜を、昇降する。 スティングのナンバーに、バルパライソという曲がある。セルコンセプシオン、バルパライソ、チリ。バルパライソのパノラマバルパライソのの夜景アーティラリー、昼からの港の眺め。ありがとうございます。